2016年の今は未来への入り口に立っている。私たちはそう考えています。テクノロジーがいかに皆様のビジネスに変革をもたらすのか、私たち IBM の最新技術がいかにクリエイティブに貢献できるのか、皆様に感じていただける機会を常々探していました。テクノロジーがもたらす未来の可能性を体感してもらう、そのために私たちが選んだコンテンツ、それは2022年に発売される未来のバーチャルリアリティゲームを題材にしたソードアートオンラインです。現在の最新技術を用いていかにソードアートオンラインの世界観を実現するか、それはまだ誰も体験をしたことがない新しい世界へのチャレンジなんです。私が15年前に空想した物語が実現する可能性というものをとても強く感じました。本プロジェクトは発表当初より多くのメディアに取り上げられ、爆発的な話題になりました。この反響によりプロジェクトの期待は革新へと変わりました。実現する上で 3D スキャンデータやセンシングデータなど膨大なデータをネットワーク上でやり取りする必要がありました。私たちが持つテクノロジーの一つであるソフトレイヤーは今回のプロジェクトにおいて最良のパフォーマンスを発揮できると感じていました。通常のこれまでの画面では再現できなかった感覚っていうのがかなりいろいろな形で体験できるような仕組みになっています。未来の体験ってこうなっていくんだなっていうことはすごい感じたし、未来そのものな感じでした。だってソードアート読みながらこの世界入りたいなって言った世界にちょっと近づいたな。IBM の最新技術がいかにクリエイティブに貢献できるのか、生活そのものへの革新をもたらすのか、皆様に示すことができたと、そう感じています。